そっからなんて切り替えていったの、僕は立ってるんで。いやそうですね、大丈夫ですよ。あとは切り替えてますから、しっかり、はい、大丈夫です。出します、出します。先生と生徒みたいな、まあでもやってきたら今の状況をちょっと再確認しておきたい。今の状況ですよね、はい、苦しいですね、勝ち点はありませんね、うん、まあ、明日の午前7時の試合でポイントが出るということはありますけれども、はい、だから明日ここね、日本対ギリシャ、何が出るんでしょうけど、ギリシャも日本対1戦目を負けた、そしてコロンビアと韓国ボールは1戦目勝った、そっちの試合が先にやる、その試合も気になるわけなんですけど、何としても日本勝って慣れた話じゃやらない、はい、今の日が厳しいデータなんですよね。1998年のフランス大会以降ですね、過去4大会出場チームが128チームあるんですが、そのうち初戦に負けたチームというのは46チームあります。で、その中で決勝トーナメントに進出することができたチームというのは4つしかありません。確率にすると 8.7%。 8.7% という厳しい数字でどう出てるかですよね。ちょっと爆買いを申請しておきたいんですが、8.7%というのは確率ではなく